うございます。現在の時刻6時です。今日の天気予報はね、ちょっと雨みたいですね。それからね、6時半から8時半の間に朝食バイキングがあります。そこ行ってね、ご飯を食べて今日もね、楽しく出かけたいと思います。ソフトクリームいただきたいと思います。まろやか、ちゃんとね、麹の味が後から来ますね。とても美味しいです。紅葉が綺麗です。生後2ヶ月目くらいから農作業とかでね、留守にの家に置いていかれることが多かったそうです。なんか今の生活とえらい違いですね。今こんなことやったら虐待だとか言われますよ。その時は一番安全で当たり前だと思っていただそうです。時代は変わりましたね。春、夏、秋、冬ってあるんでね、春から順に見ていきましょう。もうどれがどれだか分かんないな。書いてあんじゃん。貯蔵器を使う様子。あそこくるくる回るんでしょうね。なんか太い根っことか取る機械だそうですね。楽に抜くと乗ることができるそうです。蚕は繭を作るためにまず丈夫で風通しの良い足場を作ります。なるほど、だから藁が使われているんですね。2日から3日で繭を完成させるそうです。経験って言うんですね。秋は収穫の季節ですね。お米をたくさん取ります。夏は湿気や乾燥、カビから米を守れたそうです。藁ってすごいですね、本当に。こういう風に担いでいったんですね。かわいいですね。雪が多い地域ではね、こうやって子供たちはソリなんかを作って遊んでたそうです。大正時代から始まったそうですね。スキー板はやっぱ高価だったんですね。結構ね、民族資料館割と面白いですね。電気とか AI とかがない時代にね、人間がどういう風に過ごしていたのかっていうのが、肌で手に取るように感じることができるので、生活の中でどういうふうに生かされてたかっていうのがね、すごくわかるので、
歴史ってね、こういうの面白いです、本当に。人の歴史をね、見て学ぶっていうこともね、教養にはすごく大切なんじゃないかなというふうに思います。伊沢町の民族資料館、とっても面白かったです。いや、本当に勉強になりましたね、いろいろと。今の時刻が14時です。お腹が空いたので、どこかで昼食を取りたいと思います。どこがいいかな。ちょっと探します。足湯じゃなくて、手湯があります。あったけね。いいですね。お、すげえ。イワナがいますよ。こうやってちゃんと見るのは実は初めてですね。すごいすごい、ちょっと感動的です。これつけて食べると何倍も美味しくなります。すごい美味しいそばでした。すごいもっちもっちしてるんですよね。弾力がある、とても美味しいそばでした。また本市館に行きたいと思います。今日はね、メダル10枚にしました。いただきます。なんかすごいすっきりしてる味ですね。まさに涼しいって感じですね。上品な味です。辛いんだけど結構甘い感じがしますね。後から結構お米の旨味がきますね。フルーティーですね、すごく。優しいです。あんま辛くはないですね。濃厚だ。ザ・日本酒って感じですね、これ。まろやか。フルーティーです。初めて色が茶色。匂いは普通だな。いただきます。結構酸っぱいですね。後味がヨーグルトみたいにきますね。変わった日本酒です、すごく。これ有名なやつですね。リンゴみたいな香りします。まろやかなんですけど、飲むときは結構キレがあるですね。すっきりとしていて甘みもあって美味しいですね。の一枚。酸味が結構ありますね。すっきりとした酸味って感じですね。日本酒をね、たくさん飲んで酔ってふわふわするので、一旦ね、目と鼻の先にある宿でね、ちょっと休みたいと思います。宿が近くてよかったです。
ったんですけど、なんかいつの間にか雪も降ってたみたいですね。向こうの山が真っ白になってます。すごい綺麗ですね。紅葉と雪のコラボレーションですね。豪華だ。おはようございます。今朝の9時55分です。10時にね、チェックアウトしないといけないので、この後急いでチェックアウトしたいと思います。店長ちゃん、チェックアウトしに行きましょう。3日間お世話になりました。とてもね、快適に過ごせた、格安のビジネスホテルでした。ご飯も美味しかったです。また来たいと思います。それではですね、帰りの電車の時間までゆっくりね、越後湯沢の駅の周辺を散策したいなというふうに思います。美味しかったです。鮭のね、ほぐれた身とプチプチのイクラ、とても相性抜群で、口に頬張ってる時すごい幸せな感じになりましたね。また食べに行きたいです。美味しいものもたくさん食べました。越後湯沢の駅本当に楽しかったです。また来たいと思います。上越線はパスも安いかが使えないのでね、途中下車して、水上駅までのね切符を買いました。680円。12時14分ですね。ちょうどいいですね。この列車は上越線普通列車水上行きです。今12時57分です。水上駅に到着しました。いや、2日ぶりですね。いや、すごいな。本当に紅葉が綺麗。越後湯沢はね、ちょっと天気が悪かったですけど、関東方面は結構晴れてるんですよね。谷川岳のね、日本酒があったので、ちょっと気になるので、ワンカップのやつですけど、買ってみたいと思います。山の方はね、見たみたいですね。白くなってたからさ、見てた。はい、ちょうどいただきます。1番目列車が到着をしております。ご注意ください。路線名ボタンを押してください。処理中、ありがとうございました。スイカグリーン券情報を書き込みました。ご注意ください。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は上野東京内東海道線直通沼津行きです。初日に買ったおせんべいですね。あとおつまみ。水上駅で買った谷川崎アイスコーヒー買いました。谷川崎いただきたいと思います。柄がかっこいいですよね。やっぱり谷川崎の一の倉沢の写真が入ってて、とてもかっこいいです。いただきます。濃厚だ。キレがあってスープと口の中で消えていく味ですね。とても飲みやすいです。最寄り駅に着きました。いかがだったでしょうか。2泊3日の越後湯沢の旅ですね。
いい秋に深まったいい景色を眺めながらね、ご当地グルメを堪能したりお酒を飲んだり、いや本当に楽しかったです。またね旅の動画上げたいなというふうに思っています。それでは2003日の旅、ご視聴いただきありがとうございました。それでは。